予備選を勝ち抜いてきた方ですから、みんな、全て、立派な方ばかりだというふうに思います。私が誰が、ふさわしいかというのは私が判断するんじゃなくて、来年1月に台湾の国民の皆さんに判断していただくということだと思います。そしていずれの候補者が当選してもですね、やはり台湾国民と、そして台湾海峡の安全と平和、こういったことを守り抜くために、責任を持って活動していただくのが一国のリーダーの責任であります。那么因为总统大选的候选人，所以呢大家都有丰富的经验，大家都受到了党的这个推选，然后也胜利了党内的初选，最后被选出来的，所以所有的候选人都是非常了不起的，所以不应该由我来判断谁更好，应该是说明年一月的时候由台湾人来判断哪一位是台湾的总统，这样才对。不管是哪一位候选人当选，台湾国民以及台海的和平稳定都要守护，为此要负起责任，这是一国的领导人的个应有的态度。私たちはその安全をしっかり、平和を維持するために対応していくのが政治の役割であって、そしてそういう安定の上に立って多い国民の皆さんは台湾を訪問していただきたい、こういうことに尽きるんじゃないでしょうか。一方では今我々日華銀行団会でも、やはり中学生高校生修学旅行で台湾にぜひ来ていただきたいということで、今その働きかけしてます。地方公共団体の組織もありますので、そんなことを活用してですね、多くの日本人が、それも若い人が、学生が台湾を訪問していただく、取り組みを推進していきたいと思います。以上です。我参加了在日本上野公园举行的台湾 Plus 的活动，只有周末的几天的时间中，出席的客人超过了20万人。那么现在日本对台湾的关心是非常的高的，日本人也非常喜欢台湾，因为现在疫情的相关的管制有缓和，所以我想应该会有很多的日本人会来台湾访问。虽然说呢，现在台湾是一个世界的热门的一个地点，但是因为是这样子，所以觉得很警戒、危机感，然后就不来台湾。我想这样的人是几乎没有的。维护台湾的和平稳定是政治家要做的工作，希望在这样的一个基础上，更多的日本人来台湾访问。那么我们日华垦呢，正在推动日本各地的国中、高中的学生来台湾旅游，这样的一个我们正在做这样的一个工作，希望呢更多的日本的年轻人学生来台湾，我们也继续的推动相关的这方面的工作。ありがとうございました。それと思います。それは過去何年間の取り組みを見れば、もう私は時間がないので例は申し上げませんが、もう皆さんもよくご存知の通りでございます。これからもこの素晴らしい信頼と絆の関係をしっかり維持し続けていくこと、これが私たち日華銀行団体の重要な役割の一つであります。以上です。那么日本跟台湾之间呢，有患难见真情的一个真正的信赖的关系，所以说呢，我们如果看过去的日本跟台湾之间的各种合作事情，就很明显，日本跟台湾之间确实确立了这样的一个了不起的精彩的关系。
我们一定要维护这样的一个很精彩的我们之间的信赖关系，为此日花梗继续发挥作用。